冬巡業に参加しないことも発表されました。12月3日から始まります、冬巡業の件についてご説明いたします。巡業部長の高野花親方には本件への対応もありますし、また巡業の幹事元の方々や地元のファンの皆様のことも配慮し、あさって3日から始まる冬巡業は春日の広報部長に担当してもらうことになりました。会見では中間報告として春幕次、白鵬、鶴竜などの関係者から聞き取りによる事件の概要が説明されました。1時間の終わり頃に白鵬が高野岩に対し9月の場所中に都内の飲食店で当時休業していた力士がその飲食店にいたということで苦言を呈しました。その苦言の呈し方によってこれが粗暴な言い方である、この場にいた客と口論になりました。そのことについて白鵬が説教を始めましたが、その場は春間腕が休場している力士にそういう注意をするのは正しいことですよ、間違っていませんよと話がしまして